皆さんこんにちは、教育アカデミアと申します。まもなくですね、冬季講習が始まると思いますので、塾講師におすすめの疲れの取り方っていうのをね、3つ紹介していきたいかなっていうふうに思います。まあ当たり前じゃんっていうものから、ああそういうものもあるんだねみたいな、ものもあるかもしれないんで、よかったら聞いてください。はい、まず1つ目、何よりも睡眠時間だと思います。ご飯食ってる時間あるんだったら、寝る時間増やした方が僕的にはいいかなと思っていて、食べるって次の日の朝でもできますけど、寝るってできないんで、とにかくね、睡眠時間を1分でも多く捻出できるかってところが非常に重要かなというふうに思っています。で2つ目、風邪にかかりやすい原因ってのはもちろんいろいろあると思うんですけど、ビタミン剤を飲んでおくったらいいかなというふうに思ってます。このビタミン飲むと風邪ひにくくなるよとかってこと言えないんであれなんですけど、ビタミン剤を買ってで飲んでください。ただビタミン剤は水溶性のもので、水に溶けやすく、一気に大量に飲んでも大量に飲んだものが全部流れていってしまいますので、できればこまめに飲むっていう感じがいいかなというふうに思います。最近では持続性ビタミン C みたいなものあるんで、よかったら概要欄から確認してみてください。で3つ目ですね、これ着てください。ビライブシャツです。体の筋肉が柔らかくなって、僕的にはこう血行が良くなってるっていう感覚もあるし、あと首のね、右側の2番の頚椎ですね、潰れてる、いわゆる、ヘルニアというやつなんですけど、このヘルニアすらなくなりますんで、それを感じにくくなるシャツですから、ぜひねこれも概要欄に貼っておくので、読んでほしいのかなっていうふうに思います。あと他にはですね、最近は免疫サポートの、飲み物が出てますね。ヨーグルトテイストの味のものと生茶のやつが出てるんで、そういうのを買うっていうのも4つ目として、いいのかなっていうふうに思います。あと5つ目にカルピスから出ている睡眠の質が良くなる、このちっちゃいね、これぐらいのドリンクがあるんで、それを飲みましょう。はい、7個目、R1を飲んでください。あれもね、風邪をひきにくくなると言われてますんで、いいかなと思います。いくら疲れが固まっていようが、最終的に風邪さえひかなければなんとかなりますよね。で、疲れをためないってのはもちろん大事だし、そこ努力する必要はあるんですけど、なかなか難しいので、まず一旦疲れをためにくい体質を作る、習慣を作るってところをまずやった方がいいのかなっていうふうに思ってます。これ7個全部ちゃんとお金払いはできることですから、風邪ひかないように、風邪ひいたら病院代かかりますから、それより安いと思いますんで、この7個ぜひやってみてください。全部概要欄に貼ってあります。では冬季講習一緒に頑張ってやっていきましょう。一緒にマネージャー一緒にって言ったんですけど、僕も冬季講習に向けてコンサルがね一緒に入ってますから、はい、やることは実は一緒ですので、頑張ってやっていきましょう。参考になりました方、高評価、チャンネル登録のお話をお願いします。それでは、ありがとうございました。